こんにちは、マルさんです。今日僕はなんでこんなところに座ってるかというと、紹介したいと思います。こんなのが手に入りました。じゃーん。災害救助用毛布、ちゃんとこうアルミに袋に入っています。前からちょっと欲しかったんですよ。で、これね、災害用に、避難所に行くとこう配布配られる毛布なんですが、実際にはこんな風に、アルミのパックというか、いわゆる布団乾燥袋のような状態、シンクパックなのですごく場所取らないです。こういったものに入って、被災した時にね、各避難してくるして、方に配布される、この災害救助用毛布、手に入りました。ここにあります。毛布が1枚入っています。こんな風になってます。で、これまだ開けてません。今これから開けます。で、ここにこういう、切り込みがついていてここから開けるんですが、毛布が1枚どんな風に入っているか見てみたいと思います。じゃあ開けます。よし、開けた。ちょっと開けない、開けにくい、開けにくいよ。で、ピーッとこう開けます。毛布1枚入ってました。肌色の毛布です。なかなかね、本当に避難所に行って実際こういうものを配られるという機会もある、本当はあってほしくないんですけど、そういったことがないようになるんですが、こんなものが配られるそうです。結構大きいです。普通の毛布ですよね。ちょっと、薄手かな。でも、しっかりしてます。大きいです。これ、結構大きい。ほら。ほら、ほら。ちょっと、見て。こんな毛布です。僕ね、この類の毛布にちょっと懐かしさがあるんですよね。実は若い頃に、ちょっとこれの色違いを使っていたような記憶が、なんとなくおぼろげであります。正方形ではないんですが、あ、猫じゃないね。サイズ書いてない、サイズは書いてないんですけど、本当にこう一人がこうしっかりくるまれるようなものです。実はこれね、Amazon の通販とかで買うと結構な値段がするんです。一家に一台とは言いません。これは大体避難所に用意してありますので、多分終わったらまた回収みたいになると思うんですけどね。こんな毛布がございます。嬉しいなと、これが手に入った。はい、こんなもんです。もちろん災害時にも使えますが、そうですね。精密機器の分解、組み立てなどもこの毛布の上でやると思います。僕は64式小銃を多分毛布の上で分解組み立てをしてました。今89式だって。こういう部品飛び散らなくていいんですね。こういう毛布の上で分解、小銃の分解とか組み立てなんかもいいかと思います。ぜひお試しいただければ。ないかな、そういうのは。というわけで、ここに大きさ書いてある、大きさサイズ書いてありました。140cm×200cm、1.4 の2ですね。1人分、セミダブルというのはちょっとちっちゃいかな。でも横幅たっぷりあります。こんな災害用の毛布、使う機会がない方がいいんですが、実際こういう袋に入って配布されます。災害救助用毛布、ぜひお備えください。お備えじゃないな、災害に備えて、例えばこれをね、購入して車に1個積んどくだけでも、いざという時に役立つかもと思います。そんなわけで今日は災害救助用毛布、幅140センチ、長さ200センチをちょっと開封してみました。いかがでしょうか。ぜひ、災害に備えてこういったものもお家にあるといいと思います。合わせてね、100円ショップで売ってる、アルミの薄い毛布といいますか、あれも結構役立つので、合わせて持っているといいかと思います。どんな感じで。では。富士山見るなら山中湖。